はい、ありがとうございます。五木ひろしさんのありふれたシャンソンという、ね、曲を、カバーさせていただきました。僕が歌っているのはこの、まあ、ピアノと歌という、ねまあ、形で歌わせてもらっています。よくその今さっき話した、カラオケ大会でもですね、まあ、そういうピアノと歌という、まあ、最低限の、歌の構成というかな、楽器、まあ、いろんな曲にはたくさんの、ね、楽器が入っているでしょ。ドラム、ギター、ベースとかってね、いろいろ入っている中から一個ずつ抜いていくと、まあ、ピアノと歌であったりギターと歌であったり、まあ、どんどんね、最低限の構成になって、まあ、そういう歌を歌っていると、歌がより伝わるんじゃないかなと思って、まあ、そういった形でね、よく、まあ、こういったキャンペーンでもイベントでも、そのピアノと歌という、ね、形で歌ったりとか、しております。まあ、この五木ひろしさんのこの原曲の方は、まあ、曲名にある通り本当ありふれたシャンソンなんで、シャンソン、ね、みたいな、まあ、そんな、ね、形で、作られています。ちなみに編曲をされたのが若草圭先生がアレンジをされておりまして、僕のデビュー曲あなたに愛しをね、若草圭先生がアレンジをしてくださったんですけど、まあ、この若草圭先生にそれこそ、まあ、僕が まだ10代の時かな、カラオケ大会で審査をしていただいて、まあ、僕がその歌手を目指すきっかけになった大会なんですよね。その大会で審査をしていただいた、まあ、それが、まあ、僕の、まあ、歌手を目指す上での、ね、第一歩だったんじゃないかなと、思ってます。まあ、それほど、ねまあ、大きな出来事があって、歌手を目指したわけなんですけど、まあ、歌手になるまでとっても時間がかかりまして、まあ、でもそれでもね、これまでやってきたこと、きっと無駄じゃないんじゃないかなと、そういうふうに思ってます。まあ、いろいろ本当に、歌手を目指す上で、いいこともあったり失敗もたくさんあったし、ねまあ、僕は初めに話したように広島県からですね、夢を握って夢だけ持って東京に飛び出してきたわけなんですけど、まあ本当にうまく いかないことの方がやっぱりね多くて、まあ、次に、ね、歌わせていただく曲はですね、この新曲君に愛が止まらないのカップリング曲あの日の夢を忘れないという、ね作品なんですけど、このあの日の夢を忘れない、この曲のですね歌い出しに夢だけ握って飛び出してきたという、まあ、そういう歌詞、まあ、そういうフレーズから始まるんですよね。まあ、僕は歌手を目指して、まあ、上京して、いろんなこと挑戦していたんですけど、まあね、今言ったように本当にうまくいかないことが多くて、まあ、それでもね、こういろいろなところで歌っているとよかったよっていう言葉を、ね、かけていただいたりとか、それからまあ僕が、ねちょっともうダメだな、歌手やっぱ難しいのかなとか、いろいろ思ってる中で手を差し伸べてくれる方がいたりとか、ね、背中を押してくれる方がいたりとか、もう一緒になってね走ってくれる方がいたりとか、まあ、そういったね、皆さんのおかげで今岡本浩太は歌手となって、こうして歌わせていただいているんじゃないかなというふうに思っております。そしてね、やっぱりまあ夢というのはもう本当にたくさんあるわけで、さっき言った NHK ホールに立つとか、まあ、それこそね紅白歌合戦に出場できるように、頑張ろうと、やっぱりどこかで僕の中で夢として、あるわけなんですけど、まあ、その夢に向かって、今もね、夢の途中であるわけなんですけど、きっと、まあ、僕はね歌手であって、まあ、いろんな夢が他にもねいろんな、まあ、細かい夢から大きな夢までありますけど、それはね夢っていうのはきっと皆さんにもいろんな夢があって、その夢に向かって走られてる、ね歩んで歩まれてると思うんです。でその歩まれてる中で一緒にね走ってくれる方もいたと思います。そして手を差し伸べてくれる方もいらっしゃったと思います。まあ、そんなね方を思い浮かべながら聴いていただけたらいい、そんな作品なんじゃないかなというふうに思っております。続きまして歌わせていただきます曲はあの日の夢を忘れない、よろしくお願いいたします。笑っちゃったね、あの日の夢を忘れない歌わせていただきました。これが新曲のカップリング曲としてね収録されておりますミディアムバラード、ね、作っていただきました。デビュー曲あなたに哀愁、そして、君に愛が止まらない、新曲の方もですね表題曲は、まあ、結構勢いがあって、まあ、ノリもある、まあ、そんなね作品をいただいておりいるので、カップリング曲は、バラードミディアムバラード収録しようということで、まあ
ね、真反対な岡本浩太がね、見ていただけるんじゃないかというところでね、収録していただいております。まあ、僕はまあデビューする前は、アニメの歌を歌ったんで、まあ、それもね、やっぱ勢いもある作品だったんですけど、カラオケ大会に出るときは、まあ、バラードをね、よく歌ってました。まあ、バラードもね、本当大好きなんですけど、まあ、よくカラオケ大会出てたからこそなんですけど、この僕の曲が出て、まあ、カラオケ大会仲間っていうか、よく一緒に出場してた、まあ、仲間たち、歌仲間がいるんですよ。でもね、そんな歌仲間も、みんなね、カップリングの方を歌っちゃうんですね。カラオケ大会好きだからカップリング曲の方歌っちゃうんです。兄弟曲の方なかなか皆さん歌ってくれないね。ちょっとね、それはそれでちょっとね、ぜひ歌ってほしいなって思うんですけど、ちなみにあのカラオケのダムってあるじゃないですか。カラオケのダムの方で、ね、なんとですね、この2作目君に愛が止まらないはですね、本人映像、歌うと本人映像が出てくるんです。そうね、本人映像が出てくるんですよ。だからぜひね、その本人映像、ミュージックビデオとともにね、歌って、踊っていただけたらと思ってるんですけど、カラオケのその電木、リモコンあるでしょ、ね、リモコンで、岡本浩太とか君に愛が止まらないって検索してもらったら、まあちゃんと出てくるんですよ。出てくるんですけど、君に愛が止まらないって電木上で書いてある、君に愛が止まらない本人映像、そこにね、なんと期間限定映像って書いてある。期間限定、よくよく見ると2025年3月26日だったかなまでって書いてあるんですよ。その日が来ると消えちゃうっていうことなんですよね。でもこれを消さないっていう方法があるって聞いたんです、噂で。どうするの、わかったどうするのってね、今言ってもらったんですけど、皆さんに歌っていただくことで本人映像が消えずに残るというね、一応そんな可能性があるそうなんで、ぜひね、覚えて歌っていただきたい。そんな君に愛が止まらない、ね、この曲で今頑張っているんですけど、まあもう皆さん知ってますよね、きっと。初めて聞くって方いないよね、大丈夫ね手をこうやってくるくる回すね、振り付けがついてたりとかね、まあちょっと勢いがあってセクシーな、まあ、そんな作品です。まあ愛するあなたの手のひらの上で転がされて、踊らされて、お預けを食らわされて、それでも君が好きだというね、まあそんな作品なんですけどね、今日の夜、CBS 日本の歌でも歌わせてもらってます。ぜひともチェックしてください。そして8月3日にはですね、人生歌があるね、BS 朝日の番組収録させてもらいました。こちらの方もね、出ておりますので、ぜひチェックしてもらいたいなというふうに思っております、そしてちょっとね、宣伝もちょっとせっかくなんで挟ませてください。さっきね、お聞きになったかなと思うんですけど、8月9日、渋谷の方でですね、渋谷ロフトヘブンというところで、松山優太さん、同じ徳間ジャパンのね、松山優太さんと岡本浩太の、名前から取ってですね、優太と浩太から名前を取って友好条約というね、イベント名になりまして、どんな条約が結ばれるのかね、お楽しみにしていただきたいなと思っておりますけど、こちらは、8月の9日金曜日の、17時会場、17時半開演ということで、ローソンチケットの方で、購入できるということで、よかったらチェックしていただきたいなと思ってます。ちなみに岡本浩太、俳優の大沢たかおさんに似てると言われることが多いんですよ。あんなかっこよくないですよ、僕は。あんなって言っちゃったけど、あんな素晴らしい、ね、お顔で、はないですけど、大沢たかおさんに似てるって言われる。あと松岡修造さんに似てるって言われる。それはね、あんまり似てないかなと思ってるんですけど、ね、言われるんです。ちなみに松山さんも言われるんですって、大沢たかおさんに似てるって。あと要潤さんに似てるね、言ってしまうとね、自分で言っちゃダメかもしれないけど、イケメンが2人揃うという。いやいや、もうその、僕はそんな全然僕は言わないけど、そうやって松山さんが言ってました。松山さんが言ってましたね、人のせいみたいにしてる。いやでもまあね、大沢たかおとじゃあ要潤のツーマンライブということで、
いいですか。いや、よくないか。よくないですけどね、松山優太さんと岡本浩太の、ライブありますんで、よかったらチェックしてもらえたらと思っております。よろしくお願いします。ね、まあ、ありまして、キャンペーンやらせていただいております。CD ご購入の皆さん、そしてグッズ購入の皆さんに、あれですよね、あれですよねって言ったら僕が言葉が出てこなかった、サイン会とツーショット撮影もね、ありますんで、そちらの方も、ぜひともお楽しみいただけたらというふうに思っております。今日は7月21日ということで、僕の弟の誕生日なんですけど、まあそれはちょっと置いといて、あのぜひとも今日の夜の、ね、見てもらえたらと、BS のね、NHK、新 BS 日本の歌、ね、ごめんなさい、ちょっとついつい話しちゃっていいですか。先週もう一個あったんですけど、フジテレビのオールスター合唱バトルという番組に出させてもらいました。見た？ありがとうございます。芸能人が140人集まってね、20人ずつのチームを作って合唱でバトルするという、ね、番組ですけど、モノマネ合唱団とか芸人合唱団、歌姫合唱団、ミュージカル合唱団などなどある中で、僕は演歌合唱団というところに、ね、入らせてもらって、歌わせてもらいました。いやでもね、見てもらったということ、見てくださった方もね、いらっしゃるということで、とても嬉しいです。そして本当にね、あの番組をきっかけに、まあ、僕ってなかなかあんまり岡本浩太ですってご挨拶することはできるんですけど、どうやってね、仲間というか、その演歌合唱団の、ね、先輩の歌手の方々だと、お話ししていいかがちょっとわからなくて、うまくね、どうやって、お近づきって言ったらあれですけど、なんか仲良くね、この合唱について話したりとか、ここのパート頑張りましょうとかね、なんかちょっとしたことでもなかなかちょっと言い出せずね、なかなか言えない、まあ、そんなタイプなんですけど、でもね、まあ、その合唱バトルを通じてなんか仲良くなれた先輩の方がいたりとか、同じねパートでじゃあここ頑張ろうとか、一緒にね、パートだけで練習をしてみたりとか、まあ、そんなんでね、プライベートで集まって、練習をしてみたりとか、まあ、そういうことができて、仲良くなれた、まあ、そんな番組でもあって、だからこそ、すごい合唱大変だったんですけど、まあ、終わってみれば達成感だったり、なんかそこで生まれる絆があったりとかね、して本当に出させてもらえて、よかったななんて思っております。ちなみにまだ多分 TVer の方でね、このオールスター合唱バトルが見られると思いますので、ぜひとも見ていただきたいと思っております。ちなみに今回演歌合唱団は負けてしまったんですよ、ね、毎回優勝してたんですけど負けてしまった、なので、また次回番組がある際には、そして僕もまた呼んで出させてもらえることがあるんだったら、また優勝を目指して頑張りたいなと思っております。ぜひとも演歌合唱団の応援もよろしくお願いいたします。ね、そんなところですいません、ついついね長く話しちゃってごめんなさい。最後にですね、僕の新曲君に愛が止まらない歌わせていただきます。もうご存知の方いらっしゃると思います。サビの部分では手をくるくる回すという、一部では柳沢慎吾さんのね、ダンスだと言われておりますけど、まあそういう覚え方でもいいです。まあ何かしら皆さんの頭の片隅にね、この君に愛が止まらないが残ればいいなと思っております。ぜひとも一緒にくるくる回してみてください。というわけで、今日は本当にありがとうございました。最後に君に愛が止まらない、よろしくお願いいたします。赤いルージュがいいね、僕の名前をささやいて、甘い果実みたいさ、売れて弾けてセーフ好きな来てさん、どうもありがとうございます。そして時間を割いて岡本浩太、このキャンペーンに、ね、お越しいただいた皆様本当にありがとうございます。岡本浩太頑張っていきますんで、ぜひとも応援よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございます。
また特典会でね、あのその後も楽しみましょう。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。鈴木楽器チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、岡本浩太です。本日は久しぶりにこちら鈴木楽器店さんにて、キャンペーンやらせていただきました。岡本浩太2024年、3月13日にですね、君に愛が止まらない、岡本浩太のセカンドシングル発売させていただきまして、今この曲で頑張っております。ですね、この、君に愛が止まらない、この曲はですね、とっても勢いがあって、そしてちょっとセクシーな、そんな作品になっております。サビの部分ではですね、手をくるくる回すくるくるダンスというものが入っております。歌に乗せてやってみるとですね、ギラギラ愛が止まらない、くれくれ君が欲しくなるというですね、くるくる回すだけのといった、ちょっとあれかもしれないですけど、くるくる回すくるくるダンス、こちらがありますので、ぜひとも歌を聴きながら一緒に体を動かしてみてもらえたらなというふうに思っております。まあ、歌の内容としましては、愛するあなたの手のひらの上で踊らされ転がされお預けを食らわされ、それでも君が好きだというね、そんな作品になっております。そして、カップリング曲はですね、あの日の夢を忘れないという、作品が入っております。こちらはですね、表題曲に比べたら、まあ、ちょっとゆったりなミディアムバラード、こちらね、収録させていただいております。まあ、岡本浩太は広島県広島市出身なんですけれども、出身、広島からですね、上京して、歌手を目指していく、まあ、そんな、まあ、過程、夢だけ握ってですね、東京に出てきた、まあ、そんな、フレーズ、夢だけ握って飛び出してきたというフレーズから始まる、そんな曲なんですけれども、まあ、たくさんの人に支えられて、今こうして歌手として、活動させていただいておりますが、その夢に向かって、歩いている中で、たくさんいらっしゃる、支えてくださる方のことを思い浮かべながら聴いていただけるといいかなという、まあ、そんなミディアムバラードに仕上がっております。表題曲君に愛が止まらないの方はですね、カラオケで歌う上ではですね、ぜひともですね、 A メロ、B メロ、サビの歌い分けをはっきりと分けていって、いただけたらと思ってます。サビの部分はもう思いっきりわっとね、歌っていただければと思うんですけど、 A メロ、歌い出しなんかは結構なんか余裕感というか、ちょっと色気を持たせるような、そんな感じで、ね、歌ってもらえたらなというふうに思っております。そして、カップリング曲あの日の夢を忘れない、こちらの方は、サビの部分で裏声ファルセットが出てきますので、その部分をしっかり、決めてもらえたら、いいんじゃないかなというふうに思っております。ぜひとも君に愛が止まらない、そしてカップリング曲あの日の夢を忘れない、カラオケの方でもね、歌ってもらえたらなというふうに思っております。それではですね、今日は久しぶりに、鈴木楽器店さんに、キャンペーンをさせていただきまして、本当に嬉しかったし楽しかったし、皆さんに盛り上げていただきました。またですね、鈴木楽器店さんに歌いに来れるように頑張りたいと思っております。ぜひとも岡本浩太、応援よろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。